するに国としてはそういうその仕事をですね、なんとか持ってこようと、いろんなこの条件をつけて、つまり大企業にとって好条件のようにして誘致するわけです。そしてあと自由貿易協定ってあるでしょ。それをいっぺんに太平洋のたくさんの国がやろうって言ったのがあの TPP ってやつでして、で、ああいうところに必ず出てくるのがあのそういう条件があるんです。それは、企業がですね、国を訴えることができるということですね。だから、例えば、私のその、Thank you.
一人の自己満足、つまり社会を豊かにするような行為をずっとやっていけばいいですよ。自分がそれを幸せだと、そういう人たちを作るのが、ね、先生ですか。ね、先生、ね、自分も満足できないで、ね、誰を満足にさせられるの。少しお二人にね、やっぱり皆さんが多分聞きたがってることだと思うんだけど、二人ともなんかすごく楽しそうですよね。だからそれをやっぱりさっきの見たものだったりね、ゆとりっていうことに関係してるとか、それからさらに自分のいい面が自分の仕事とか生き方に出せている人っていうのが結局幸せな